一時の想像上の恐怖は印象づけるが、すべての人には届かない。霊現象は肉体外の知性によって引き起こされるが、それらを霊と呼ぶ。霊は不可視の世界を構成する。それはあらゆる場所に存在する。宇宙空間に無限に存在する。継続的に私たちの周りに存在し、私たちはそれらと接触をしている。霊とは隔てられた存在ではなく、天地創造の一部であり、それらはかつて地上またはその他の世界において生きた魂であり、物質的な覆いから分離された存在である。善意と悪意、白色と無知のあらゆる段階の霊が存在する。霊たちは人生において実践した善または悪、到達した深度の段階に応じて幸福もしくは不幸である。完全で混じり気のない幸福は完全性において最高の段階に到達した霊たちだけに与えられるものである。霊とは抽象概念ではなく、定義された限定的で境界のある存在である。肉体を授かった霊は魂である。